ちょっとさ、お父さんさ、足が痛くって今日散歩、あの本当ね、最近夜散歩しっかりと行けるようになって涼しくていいんですけど、ちょっと足が痛くって、その足が痛いっていうのもあのですね、筋肉痛でございます、ですのでちょっと、あ、お腹出てきちゃった、ごめんなさいちょっとですね、距離少なめでよろしいか今日。本当に足、あの本当に筋肉痛、いやーこれダメやな、でも次の日に来とるはずこれは、うーん、まだ次の日や、ギリギリ次の日や、うん、よし行こうか、ちょっとだけな、あ、袋持ってかなか、内袋を持っていこう、早いね、ちょっと待って、ちょっと待って、片手で全部はつけれませんわ、さくらからつけようか、どうなってる、よいしょよいしょ、ちょっと、はい、さくら、はい、よし、ちょっと待ってよ、よいしょ、はい、ある、待って待って、はい、コロ、え、でででででで、コロ、あ、でで、ちょっと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 コロ待って、あ、分かった分かった、痛い痛い痛い、あれどこに、待ってコロ待って、よいしょ、ああ、ちょっと半袖短パン寒いで、このまま行こう、よいしょ、はあ、はい、よいしょだから違う、こっちこっちこっち、そういえばここで皆さん、あのいつも写真を撮ってくださって本当ありがとうございます。うちのここで並べて写真後で撮ってみよう、今年はあれやんな、今年はてか今年初めてのこの夏を終えて、終えてやね、終えて、意外とこの駐車場の草が生えんかったというか、まあこまめに抜いてたんでよかった、それが良かったんかわからんですけど、ドバドバっていうかね、あの資材置き場の方は結構草ボーボー、よいしょ、さて真っ暗やけど行こうか、まあゆっくりゆっくり散歩やね、あー、やっぱり俺腰も痛くなってきたな、腰も筋肉痛です、でもうちの子はほんと引っ張らんでありがたいな、あ、行こう、
あそこ水溜まりやんな。これ彼岸花咲いてるな。これ確か、ワンちゃんに有毒なんで、食べさせんようにお願いします。確か調べとこう、もう一回。映ってないな、ヒガンバナ。でももう枯れとるけど、何がいかんねやったかな、ヒガンバナの花やったかな、これ。よいしょ、はい。今日はちょっとショートカットコースですいません。あ、そう、これをね、一つ動画でちょっとお願いをさせていただきます。ですね、このダグの周りは、田んぼになってます。ほとんど、ほとんどどころの騒ぎじゃなく田んぼです。で、どうしてもね、ダグの店内に入る前に、おしっこをさせて来てくださる方が非常に多くて、本当にね、マナーをきっちり守ってっていう形だとは思う、というふうで、本当にありがたいことではございますが、やはり、この田んぼの周りの田んぼの方、ちょっとこの、一応道路ではあるんですけど、やはり田んぼの前ということで、まあ、ちょっとある方からお叱りを受けまして、このできましたら、お客様にもちょっと一言添えさせてはいただいてるんですが、この前、朝倉ごめん、こっちいつもこっち行くでな、ごめん、今日ちょっとショートカットですいません。朝倉ちゃん、ごめん、今日は勘弁して。朝倉、いつも通り越して向こうへ行くんです。すいません。話途中でした。田んぼのね、あぜのところは一応道路っていう扱いなんですが、そこで、ね、みんな用を足してから店内入ってきてくれるという、気を使ってくださってると思うんですが、やはり、ね、田んぼの方からもちょっと一方お叱りをいただきまして、できましたらこのね、駐車場のところでも結構ですので、なんとか敷地内で、用を済ませていただければと思います。敷地内は一応この駐車場も匂いが上がってこないように処理はしてありますので、ね、できましたらこの敷地内、ダグの敷地内で用を足していただけると嬉しいです。だからさくら、今日はちょっとねえ、さくら、もうコースが決まっとるでな、行くの？分かったわ。結局いつも通りのコースやったな。まあ、そうやな、さくらには関係ないよな、お父さんの筋肉痛なんて。さあ、ちょっとプールのフィルターだけ洗おう。アールおいで。もうアールハウス、散歩短かったで気に入らんないろな。おいで。ある、あれ、また戻ってっとる。涼しくなるとこれやでな。あるハウス、あそこに一回チラッ、あ、見んかった。はい、おかえり。はい、さくらちゃん、これちゃん、はい、はい、痛い、はい、どうぞ。さあ、寝ようか。